今日は1年以上ぶりにショートコースに来ました。で、ここのショートコースが前に動画載せたことあるショートコースなんですけど、その時はめっちゃ下手で、もうスコアも数えてないくらいめっちゃ下手だった時のショートコースで、それぶりに来たので、ここ今回はスコアちゃんと数えて、で、まあその時よりどんだけ成長しているか、成長してるとは思うんですけど、さすがにまあその時よりは上手くなってると信じて、楽しみたいと思います。あとチャンネル登録者数2000人超えたのおめでとうございます。そしてありがとうございます。拍手。はい、1番ホールパー4175ヤード、6ユーでやります。うん。よいしょ。2打目ですね。残り53ヤード、サンドウェッジでやります。左ちょっと。お、跳ねた。乗ったかな3打目いきます。これはしょうがないよねあー、2番ホールパー4、173ヤードドライバーでやります。ナイシャー。2打目ですね。残り50ヤードサンドウェッジで、さっき左行っちゃったんで左行かないように。いい感じに乗った、イエーイ。3打目入らないけどいい感じ3番ホールパー3 77ヤードピッチングでやります。トップしたけど乗ったからいいのいいのうまいよ。今日パットは冴えてるよ。いや1ホール目あれだったけど、ナイスパー。4番ホールパー3 62ヤードサンドウェッジであります。わあ、残り23ヤード乗せるだけ、乗せるだけ。これ絶対奥ポンっていかないように。うん、ちょっとやりすぎちゃった。3打目。うまいかな？やりすぎた？まあでも OK。よし。ボギーです。5番ホール、パー3。102ヤード7番アイアンでやります。あ、跳ね返ってくれた多分生きてます。2打目ですね。残り28ヤード軽くポンと
ほんと、ラフに負けないように。お、いいんじゃない？めちゃくちゃ寄せれた。イエーイ、いいぞ。これ入れたらバーディーです。初バーディーだよ。人生初バーディー。人生初バーディー、イエーイ。嬉しい。ショートコースだけど嬉しいよ、私は。イエーイ、ナイス。6番ホール、パー3、63ヤード、サンドウェッジで。お！ナイスオン！イエーイ！これが2打目。さっきのホールは、バーディーパットじゃなくて、普通にパーだったんですけど、これは正真正銘のバーディーパットなんで、さっきの初バーディーじゃなくて、これは こっちが初バーディーですね。うーいや、今良かったよ、めちゃくちゃ。ナイスパー。と、7番ホール、パー3、116ヤード、8ユーでやります。グリーンの横かな？やりすぎた。あー、まあしょうがない。めっちゃ惜しい。ボギー、ボギーですね。はい。8番ホール、パー4。186ヤードなんですけど、真ん中に池があって、そこまでが135ヤードなので、6ユーで池の手前つける感じでやります。うん、全然飛んでないけど OK です。2打目ですね。残り80ヤード。ピッチングでやります。とりあえず、池さえ越えれば OK です。超えて、お願い。変えました。OK です。やりすぎた。けど、まあしょうがない。しょうがないってずっと言ってるな。打ちすぎた。ダボ。9番ホール、最終ホールですね。パー3、91ヤード、ピッチングウェッジでやります。うん。多分乗りました。ちょっとダフったけど、ナイスです。風が結構あるな。切れた。でも距離感は良かった。よし、パー？パーだ。パーで上がりました。イエーイ。と、最終ホール上がりました。で、1、2、3、4、5、6。パー30のところ。ショートコースで36で上がりました。プラス6ですね。今日は、9ホール中5ホールもうパーが取れて、
まあ、バーディーは取れなかったですけど、あとはダボとボギーかが2個ずつあったって感じですね。まあ、ショートコースだけど前回に比べたら結構いい結果だとは思うので、たまに練習で来ないとって思いましたね。はい、あとマイク、これ今回からつけてみたんですよ実は。で、もともとマイク使ってたんですよ、別のやつ。しかも結構いいやつ使ってたんですけど、5月ぐらいのラウンド撮影の時に壊しちゃって撮影中に、すごい高くていいやつだったんですけど、ちょっと残念ってなりながら、でもそれより安くていいやつ、安いやつ今回つけてみて、まあ割と使いやすいのでこれ買ってよかったです。これ聞き取りやすいといいけど。じゃあ、ショートコース動画見てくださってありがとうございました。また来ます。バイバーイ。